おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はボイシー、ポッドキャスト、 YouTube でお届けしています。今朝のテーマはこれからの世界に必要なリーダーシップについてです。昨日初任給戦争が起こっているというニュースをご紹介させていただきました。とある地方銀行の頭取さんが4月1日の入行式において、給料を上げますよって言った際のコメントもご紹介しました。その意図は何だったのかと言いますと、私も含めた誰もが知らず知らずにそういうことをしているなって思ったからです。知らず知らずのうちに自分の手柄だとアピールしようとしたり、マウントを取ろうとしたり、そう、自分を優位な立場に置こうとするような発言行動をしてしまう。そこに意識を向けていくこと、自分がそういう振る舞いをしているということに気がついていくことがとても大切なんじゃないかと思ったんですね。私たちは日々そういったコミュニケーションを日常の中でやっていると思います。それを一言で言うのならば、自らのエゴに飲み込まれている状態のコミュニケーションと言えるでしょう。そうではなく、自分の主観的な考え、自分が固執している考えに気がつき、自分の中に起こっている感情に気がつく、そして自分は本当は何を大切にしているのかという自分の中の真実を語っていく、そういうコミュニケーションもあるんだということを、私は数年前に知ったんですよね。 NVC ノンバイオレントコミュニケーション、日本語では非暴力コミュニケーションと言われます。それを集中的に学んだ時期がありました。その手法は夫婦間において、あるいは刑務所において、あるいは戦いを続けている国と国の間において非常に役立てられています。分かり合えないと思っている溝を乗り越えていくことができる、そんなコミュニケーション手法なんですね。それは NACA 西戸明子コミュニケーションアカデミーの学びの中にももちろん取り入れています。そしてそのコミュニケーションというのは次世界のリーダーシップにとってはもう欠かせないコミュニケーションだと私は思っているんですね。これまでのリーダーシップというのは、一人のカリスマ性を持った人が引っ張っていく、ね、俺についてこいというやり方だったなと思います。それはその一世代前のリーダーシップを取っていた方々の本を読むとね、そのマインドというものはありありと現れているわけなんですね。もちろんそれはそれで良かった、その時代にはそういうリーダーが求められていたんだと思います。でもこれからのリーダーシップというのは、協調や調和といったものがもっと大切にされていくのではないか。その象徴的なシーンとして私が感じたのがトップガンマーヴェリックという、もう大ヒットした映画ですから、皆さんご覧になった方多いと思います。トム・クルーズ主演の映画ですね。その中で、実際話題になったシーンの中に見られたと思うんです。ビーチでフットボールをみんなで楽しむシーンがあるんですね。みんなが上半身裸でね、すごいいい体でフットボールをしているわけなんですけれども、その中に一人 T シャツを着ている男性がいます。メガネをかけたボブ、彼は控えめで、どちらかというと図書館にいるようなタイプです。でその彼にですね、ボールがパスされるシーン、それはね、彼が受け取れるように非常にこう柔らかくボールが投げられているんですね。でその彼ボブは結果として活躍し、最後には肩車されてね、ボーブボーブっていうこのボブコールが起こる。そこでチームは一つになっていくんです。
で、その、 あの上官を務めるトム・クルーズもその同じように同じ目線でそのフットボールをするんですよね。だけれどももうチームが一つになっている時にはそこからこうそっと外れてね、そんな一つになったチームを見守っている、そんなシーンでした。皆さんはこのシーンをどんな風にご覧になったでしょうか。私はあそこでそのトム・クルーズが描きたかったのはまさにこれからの時代のリーダーシップなんじゃないだろうかと思ったんです。トム・クルーズはあの映画の中で圧倒的優位な立場にいます。年齢も技術も経験も、まあ、誰よりも優れているわけなんですね。でありながらそのフットボールではもう完全に同じ目線でいようとしています。縦ではなく横のつながりがあそこにはある。これまで仕事における役割というものはヒエラルキーの中にありました。階層がもう決まっていてその中に役割というものがあった。しかしこれからはフラットに横でつながる関係性の中に役割がある。これって全然違うことですよね。上下関係がはっきりしている縦のつながりがあってその上での役割なのか、あくまでフラットにみんなが横につながっているその上で役割が違うよねということなのか、これからの時代は後者の組織が伸びていく、まあ、すでにもう伸び始めているんじゃないかと思います。この時ネックとなるのはまあその年長者の存在ですよね。自分たちはこれまで、まあ、ある意味その上に付き従ってきた。そうなると自分たちが上の立場になった時には、まあ、やっと出番が回ってきたというわけで、あのこれまでのようなリーダーシップを発揮したくなるかもしれない。まあ言うなればね、これまで上の立場の人いい思いしてきたんだから自分たちの順番が巡ってきたのになんでそれを手放さなきゃいけないんだというようなまあ感情が出てくる可能性があるということですね。そういう自分の心があるということに気がついているということがとても大切なんじゃないか。ありのままの自分を見つめる、認めるというのはね、まあ、実はなかなかしんどいもので、できればそんな自分がいるなんていうことには目を向けずに、ありたい自分、追いかけている理想の自分の行動が自分はできていると信じていたい。それは誰もがそうだと思います。だからこそ自らの在り方というものに意識的であること、自分が心の中でですね一体どういうことが起こっていて何をやっているのか、本当に自分のことは見えない、だからこそそこに目を向けていくことというのが非常に大切だと思っています。はい、というわけで今日はこれからの世界、新しい次世界のリーダーシップについてご紹介させていただきました。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。